中村翔征の2本のホームランで接戦をものにした。4番スタメンの中村が2ホーマーと躍動した。3回、ランナー2人を置いて125キロのスライダーをレフトスタンドに放り込むと、5回は初球の147キロのストレートを一発で仕留め、ライナーで左中間スタンドへ打ち込んだ。一軍ではなかなかチャンスをもらえず不発に終わったが、もうそんな甘いことを言っていられないプロ7年目。末金は昇格即スタメンで一発回答を出した。少ないチャンスを確実にものにするため、一発で仕留められるよう、バッティングのレベルアップに努める。その他では、7番の磯村が今シーズン第1号ホームランを放った。実戦復帰から早3ヶ月。石原の台頭で未だ出番はないが、安定感のある守備力と、ここからバットでも状態を上げ、一軍昇格を狙う。また、体調不良のため欠場していた佐藤と宇草が、揃って先発出場を果たし、1番の佐藤は、内野ゴロ3つに倒れるなどノーヒットに終わり、6番の宇草は、1安打2四球と結果を残した。一方投げる方では、プロ初昇格を果たしたものの、わずか1試合で今月の4日に登録抹消となった長谷部が、2点リードの9回から登板した。フォアボールとツーベースで1点差とされ、さらにライトへヒットを浴びたが、ロベルトの好返球でなんとか逃げ切った。前回1軍での登板で、10点ビハインドという、ある意味余裕のある展開でフォアボールを出すなど制球面で課題を残していたが、今日の登板でもその課題が露呈してしまった。両チーム合わせて26安打の乱打戦は、9対9の引き分けに終わった。この日の先発は高。前回2回を10失点。前々回は5回を4失点と、先発で結果を残せていなかった高だったが、この日は過去の反省を生かして、プレートやステップの位置などを変更し、そこから最速151キロの力強いストレートと変化球をゾーンに投げ込み、5回まで無失点と好投した。しかし6回になると、相手バッターの対応力が上がり、体力にも陰りが見え始め、先頭から5連打を浴びて無念の降板となった。今シーズン最長イニングを投げ抜いた高は、次は力配分を考えると反省。5失点は喫してしまったが、次回登板が楽しみとなる、そんなピッチング内容だった。そして、8回からは4番手として今シーズン無失点の岡田が登板。しかしこの継投が誤算だった。ここ最近は、比較的制球が安定していた岡田だったが、今日は悪癖が顔を覗かせた。ヒットとフォアボールでピンチを招くと、タイムリーを浴び、今季初失点。その後、2連続フォアボールでランナーを貯めると、2点タイムリーを浴びるなどし、計4点を失った。この日のピッチングは、結果はもちろんのこと、内容的にも一軍昇格が遠のく、悔いの残るものとなった。一方打つ方では、好調の内田が内野安打が2本だったとはいえ、4安打と躍動し、8番のロベルトも2打席連続で豪快な当たりの長打を放ち、4打点とアピールに成功した。その他では、体調不良から復帰した佐藤が今日もヒットなしに終わった。いい当たりはあったが、これで復帰後7打数でノーヒットとなった。投手陣が崩れ、0対10の大敗を喫した。この日の先発は、前回4回を投げ2失点だった滝田。最速148キロのストレートを軸に、4種の変化球を織り交ぜ、打たせて取るピッチングで前回よりも1回多い、5回を投げ切り、4四球ながら2失点と試合を作った。制球面で課題は残ったものの、2段モーションを取り入れたことで、明らかなボール球が少なくなった。次回登板では、フォアボールを減らしてイニングを増やし、クオリティスタートを達成したい。そして、8回からは坂田が4番手として登板。およそ2ヶ月ぶりとなる満を持しての登板だったが、2つのフォアボールとデッドボールで満塁となり、ワンアウトも取れず無念の降板となった。
一方打つ方ではソフトバンク投手陣の前に単打5安打と封じられ完封負けを喫した。ソフトバンクに5対4で逆転勝ち。先発のハッチが4回途中4安打3失点と試合を作れなかった。3回に笹川に先制ツーランを浴びると4回にはボークの判定に激高し退場処分となった。シーズン終盤未だ0勝の助っ人ウワン。苛立つ気持ちを抑え次回登板に備えたい。そして7回からは岡田が登板。前回球がばらつき今シーズン初失点を喫したが今日も押し出しのフォアボールを含む2四球と制球面で課題を残した。一方打つ方ではソフトバンク先発東浜の前に6回までゼロ更新となすすべなかったが7回疲れの見え始めたところを捉え始め4連打で2点を返すと変わった桑原からロベルトが逆転となるスリーランを放った。追い込まれながらもボール気味のカットボールをすくい上げ左中間スタンドにまで運ぶパワーはさすがの一言。まだまだ荒削りな部分は多分にあるがこの日の一発を打撃向上のきっかけにしたいところだ。投打が噛み合い4対1でソフトバンクを下した。常広が7度目の先発で初めてクオリティスタートを達成した。最速148キロのストレートにフォークやスライダーカーブといった従来の持ち球プラス新球種のカットボールを加え6回を1安打無失点と好投した。課題とされるコントロールも比較的ゾーン内にまとまりフォーク以外の変化球もよく決め球として機能した。今日のようなピッチングが続けば一軍昇格も見えてくる。一方打つ方では体調不良から復帰して14打席ヒットの出ていなかった佐藤がホームランを含むマルチと躍動した。2回坂東の初球のストレートをライナーでライトスタンドに放り込むと8回にはレフトへタイムリーを放ちこの日2打点と復調をアピール。調子の良かった頃のようにファーストストライクを一発で仕留めるなどようやく状態が上がってきた。またその他では田村が3安打を放ち一軍再昇格へ猛アピール。センター中心のバッティングで変化球にもうまく対応。7月の初めに2割3分だった打率が3割目前にまで迫ってきた。最後までご覧いただきありがとうございます。動画が良ければ評価を、質問などがあればコメントをよろしくお願いいたします。